森の宮駅は大阪府大阪市中央区森の宮中央一丁目にある西日本旅客鉄道大阪市高速電気軌道の駅である JR 西日本の大阪環状線と大阪メトロの中央線長堀鶴見緑地線の合計2社3路線が乗り入れている JR の駅は特定特市内制度における大阪市内に属する JR 西日本の駅番号は JR 大霊6。大阪メトロの駅番号は、中央線が C19。長堀鶴見緑地線が N20。JR 西日本の駅シンボルフラワーは、パンジーである。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。ホーム有効長は8両編成。1階に改札とコンコース。2階に、ホームがある。開業以来、京橋寄りの北口のみに改札口があったが、 2013年3月1日のビエラ森の宮の開業とともに、南口が玉作り寄りに新設された。当駅自体は分岐器や絶対信号機がない、停留所に分類されるが、北隣の大阪城公園駅に隣接して、水田総合車両所森の宮支所があるため、以前はこの駅を終着とする内回り列車も設定されており、入陸のため、当駅京橋駅間は、 改装扱いで運転されていた、鶴橋駅が管理している直営駅である IC カード乗車券、ICO を利用することができる。2015年に JR 西日本が手掛ける大阪環状線改造プロジェクトの一環として駅改良工事が行われた。ホームの空きスペースをコミュニケーションスペースとして有効活用、北口の外壁緑化、床の一部も木目化、 ホームから大阪城を眺望できる白見エリアの導入など、口述の発車メロディと同様に森を空間構成として行っている。これらの工事は2015年5月29日にすべて完成した。乗り場長らく乗り場番号が存在しなかったが、2006年9月中に乗り場番号が付与された。発車メロディ大阪環状線改造プロジェクトの一環として、 2014年3月15日から、駅名の森にちなんで、アメリカ民用の森の熊さんが発車メロディとして使用されている。中央線用に、島式、単式の複合型2面3線のホーム、長堀鶴見緑地線用に、島式1面2線ホームを持つ、地下駅。改札口は、本町寄りの西改札と、長田の寄りの東改札の2カ所。 長堀鶴見緑地線ホームへは東改札のコンコースからのみつながっているため西改札から同線ホームに向かうには中央線ホームを経由する必要がある。当駅の所属は淡沢管区駅で同福管区駅長が当駅と谷町4丁目駅を管轄している。長堀鶴見緑地線のコンコースは地上からの光が入るように設計されている。中央線の車庫である。 森の宮県車場が近接しているため、この駅を始発、終着とする中央線列車がラッシュ時を中心に設定されている。大阪メトロ乗務員の未当駅で乗務員交代が行われる。長堀鶴見緑地線の当駅のデザインテーマは大阪城と公園。乗り場中央線の一番線ホームは日中使われないため、その間一編成が留置されている。 各年度の1日平均乗車、乗降人員数は、下表の通り。駅西側は、オフィスや、公共施設が多く、東側は、医療機関が集積し、大規模団地もある。かつて、大阪市営バスの森の宮東停留所が、駅から約400メートル、東側を通る、指導上新城をの線上にあった。赤バスの停留所だったが、2009年8月31日を、 持って廃止された。周回列車では当駅で時間調整を行う列車がある。2016年3月23日から JR 西日本、大阪市高速電気軌道それぞれの改札内に相手方の運行情報を表示するディスプレイが設置された。JR 西日本設置のものは大阪市高速電気軌道、大阪市高速電気軌道設置のものは JR 西日本、 それぞれの内容が表示されている、利用状況の出展、ありがとうございます。